Hello guys, I'm Kujoren. Today I'll be sharing to you characters and voice actors along with the same voice from each characters. そうだ。今度俺が武器を作ってやるよ。やっぱマブたちとしてはミリムが心配だしさ。シズさんは俺と同郷で、後のことを俺に託して言ったよ。シズさんの姿で俺が格好悪い真似はできないだろ。そろそろのびのび。それなら簡単です。お任せください、リムル様。友達だから何でも頼ろうとするのは間違いです。リムル様がどうしても困った時はぜひともお力添えをお願い申し上げます。この入れ物ぐらいの強度じゃ、そこが抜けてしまって私のリムル様への気持ちは入りきらないみたいで。今回は何としても活躍し目立たねばなりません。バカな、死ぬ気からんが。ここは私一人で。ぜひとも協力させてくれ。リムル様を模したクッション、それを手にしたシオンはきっと大事にする。片時も肌身離さず、なおかつ汚すまいとするでしょう。つまりシオンが調理場に近づかなくなる。重大な任務だ。生き残る確率か。ならば俺も残ろう。ああ、勘違いするなよ。死ぬ前に本体は撤退するから気にするな。ほっほう、おとり役と攻撃役、きちんと自らの役割を見極めよう。死ぬ気でな。それなりに成長しておるが、たった一匹も仕留められぬとは。このおもちゃの調査には私が赴く。不可侵条約？そんなもの、ベルドラが消えた今撤廃してしまえばいいのだ。よし、決まりだ。ただし互いに手出しは厳禁。良いな。約束だ。協定は成立した。私の旅の目的は、私を召喚した男を探すこと。スライムさんが言ってたゲームのセリフを教えてくれたのもそのうちの一人だよ。とても興味深い。いいでしょう。見事です。たかが人間がイフリートの力をここまで行使するとは。察しが良いではないか。では将棋盤だ。リムルがいた異世界の歴史あるゲームだ。もちろん実在するものではなく。はじめましてかな。魔物なのに名前に興味があるの？私にとってはどうでもいいから忘れていた。それでは私も最後に少しだけ本気を見せてあげましょう。こうして聞けただけでもいいのですが、できれば自分の目で確かめたかったです。ぜひともご教示を。ゲームはどうですか？ FF はいくつまで出たんですか？そうですね、リムネさん、僕もあなたに託してみることにします。我らがいなくてもしっかり勉強するのだぞ。リムル様ならば生き残る確率が高い方を選択されるだろう。な、何をしておるのだお前たち。我が輩は波紋になったのだぞ。しょうがない奴らであるな。分かった、まとめて面倒を見てやろう。水辺の探索は我が輩たちにお任せください。確認しました。種族スライムからデモンスライムへの超進化成功しました。全ての身体能力が大幅に上昇しました。ハーベストフェスティバルのギフトを得て進化に挑戦。成功しました。ユニークスキル H あるものはアルティメットスキルラファエルに進化しました。 Okay guys, thanks for watching my video. If you like this video, please press subscribe because your support, it will make me feel happy to always update my video. After all, I'm Kujorin. See you later.